雨上がりの道を室生寺に向かって走ると、鮮やかな新緑が目に飛び込んできました。山の上には雲がかかって幻想的です。室生寺に着きました。室生川にかかる赤い太鼓橋が美しい。女人荒野室生寺。4月21日、弘法大師のご命日を供養する毎年恒例の正味会供が行われました。みんなのこの気持ちが届いて。今年は国宝環状堂の屋根改修、落慶法要も同時に行われます。小雨の降る中、落ち子行列に参加する小さな子どもたちとお母さんが手をつないで並んでいます。行列が出発しました。先導するのは消防団の2人。その後、落ち子さん、お坊さん、地元の役員さんが続きます。行列は仁王門をくぐり、金堂へ向かう鎧坂を登っていきます。例年より早く咲き始めた尺投げが、長い石段の両側を美しく飾っています。金堂の前では、多くの来館者が可愛らしい落ち子行列を出迎え、写真に収めていました。雨でひときわ鮮やかな新緑の中を行列は進んでいきます。本堂環状堂に到着しました。約40名の栄華行が御栄華を唱えながら見守ります。落ち子さんがお花をお供えしました。
内陣では室生寺館長の主催で弘法大師御命日の法要と国宝環状堂の屋根改修落慶法要が執り行われました。立教伝承の諸座寺や総寺は全空北海最三宝の境外に申して申さくそれおもんにるに大正この土日経を定めてより年久しく大日の光明を巡らし朝礼の意を張って振るって男子の脈をかごかごを垂れ等しく来るの利益を計りがたし先の東道の東道は昭和42年より使用し雨漏りも立つ七年前修理申請昨年文化庁の許可あって今年めでたく観光すここに今日の吉祥を復し本尊を改元し屋根修理を落慶産業の法要を営む下陣では招待者約40名が厳粛な雰囲気の中法要を見守っています。正面には如意輪観音菩薩座像、穏やかな表情で見守られています。
ここ勧請堂は仏への弟子となり真言の法を授かるための真言宗の重要な儀式勧請が行われるところです。続いて屋根改修を祝う式典が行われました。事業報告並びにお礼の挨拶を主務長安次郎知名より申し上げます。ただいま紹介に預かりました主務長を授かっております安次郎知名と申します。一言御礼方々ご挨拶を申し述べさせていただきます。本日は大変お忙しい中、総本山武山派真言宗武山派総本山長谷寺様並びに真言宗真義真言宗総本山根五郎寺様をはじめ奈良県知事様および県関係者の皆様、さらには宇多市より市長様並びに議会議長様はじめ関係の皆様、さらには施工を賜りました各業者の皆様方をはじめ多くのご来賓の皆様のご出席をいただきまして、この勧請堂の屋根の吹き替えの落慶法要今週できますことを心より感謝申し上げる次第でございます。事業報告につきましては、お手元 の資料に変えさせていただきまして、詳しいことは、申し述べることを控えさせていただきますが、おかげさまをもちまして、滞りなくこの大事業が完成、できましたのも、多くの皆様からの尊い常在ご寄進等を賜った、その賜物で、ございます。本当に、ありがとうございました。私どもこの室寺を預からさせていただきまして、集団の中で、あるいは、この地元の室奥の、皆様方の、お力添えによりまして、護持させていただいているところでございますが、この国の宝物も多くの、先代の尊いお力があって今日に残されてまいったものでございます。ご紹介をいただきました宇多市長の前田と申します。この度1年余りの歳月をかけて、この室生寺本堂の保存修理が見事に完成をされました。ここに厳かに落慶法要が執り行われましたことを心からお喜びを申し上げたいと存じます。宇多市にとりましてももちろんこの室生寺を中心としたイベントを展開をさせていただきたい、このように存じております。どうぞよろしくご協力をいただきますようにお願いをいたします。いずれいたしましてもこの国宝室生寺、宇多市民にとりまして大変な誇りを持っておりますし、宇多市にとりましてもちろん国宝でありますから、宇多市にとっての大きな宝でございます。大切にしていきたいなとこのように思っております。一言お祝いを申し述べさせていただきます。弘法大師様に最もご縁の深いこの4月21日正三重区のこの日に、室生寺様の勧請堂屋根の吹き替えが完成をいたしまして、落慶式
厳かに執り行われまして、私どもご案内をいただきまして、ご随行させていただきまして、本当に嬉しく思っております。網代芸家、また宗務総長様、集団の皆様、そして地元の皆様、本当におめでとうございます。室生寺本堂、環状堂。鎌倉時代に建てられ、国宝になっています。44年ぶりに檜皮葺きの屋根が吹き替えられ、建立当時の優美な姿によみがえりました。環状堂の横には、国宝五重の塔につながる石段があります。両側にはシャクナゲが優しく包むように咲いています。石段を登って振り返ると、環状堂の屋根が目に飛び込んできました。静かで堂々とした佇まいです。自然と一体化し、千年の歴史を彷彿させる檜皮葺きの美しさ。軒の先端が強く反り返り、その曲線美にうっとり酔いしれてしまいます。女人公や室生寺、そのすべてが私たちを魅了してくれます。誰もが時の流れと自然に包まれ、心地よく癒されるのです。今日はあるワンちゃんのお話です。いっくんは1歳のオス犬です。宇陀で生まれ元気に育ちましたが、今年大きな怪我をしました。ある日、山の中で鹿やイノシシを捕るための罠にかかってしまったのです。ワイヤーのついた違法罠です。おそらく都市部の密猟者が仕掛けたんでしょう。なんとか罠をちぎって逃げましたが、体にワイヤーが食い込んで出血しています。近くの親切な民家の方がご飯をあげていましたが、放っておくとやがては死んでしまいます。なんとか助けたいという有志の方が市にお願いして捕獲しました。傷が見るからに痛々しい様子です。ワイヤーを外してもらい、手術を受けました。おかげで傷も回復し、今は助けてくれた女性の自宅でケアを受けています。名前もいっくんと付けられました。いっくんは怖さのあまり泣くことを忘れています。でも毎日静かに人間観察をしているようです。すっかり良くなった今は毎日散歩に出かけます。散歩の大好きな一くん、リードを持つ彼女の顔を見ながら嬉しそうにしています。今一くんは里親になってくれる人を探しています。命を助けてもらった犬は必ず人に恩返しをしてくれます。いっくんも引き取られた家庭に
きっと憩いとぬくもりをもたらしてくれることでしょう。踊りません。